今日はこれを作ります。大きい方は教育折り紙サイズのもの、小さい方は千羽鶴サイズの折り紙を使います。はい、ではこれのパーツを作ります。まず折り紙を三角に折ります。三角に折ったらコップを折る時の要領でここが二等辺三角形になるように折るんです。で、反対側もそこに重ねるように、ちょうどここに頂点が来るように折ってください。普通はここでコップにするときは両側を開くんですが、開かずに全部をまとめてこちら側に折ります。そこに先ほどの片方をかぶせるようにしてください。これがパーツです。同じものを8つ作ります。8つ作ったのがこちらです。はい、ではこれから組み立てを始めます。組み立てを始める前に、この同じ方向にこの場合はですね、左を先に折り、上を折り込んで右をかぶせました。それ右をかぶせたら全部を右をこう上に、全部が右上になるように作っておいてくださいね。で、そこから始めます。まずこの先ほどのこのかぶせた右上、ここを頂点としますと、頂点の横にですね、こんだけなんか半端なスペースがあるんで、ここにまず糊をつけます。ここに糊をつけて、そしたら次に来る色のこの蓋の部分ですね、蓋の部分を裏に重ねて、そこから右上を貼り合わせます。貼り合わせてこの頂点を合わせる感じですね。ここできたらまたここに糊をつけます。糊をつけたら次のパーツをまた重ねて右上を貼り付ける、頂点を合わせる、はい、どんどんつなげていきます。この余った部分に糊をつけて、下から右上をかぶせて頂点を合わせる。で、最後もここに糊ですね。糊を貼って、最後ここも一緒にしなきゃいけないので、ここに糊をつけて、ここに挟んで、くっつけます。で、まだちょっとここら辺がこうビロビロしてる部分があると思いますね。その辺はもう後でこう糊をつけてですね、合わせてください。表はこちら側になります。これで出来上がり。